止めていっていただければと思います。話の中で出てきましたが、生物多様性という言葉がこの講演会相当重要なキーワードとなりますので、少し念頭に置いていただいて、お話を聞かれるといいんじゃないかなと思います。で、次の講演がですね、小宮先生の方から、はい、いろんなすごい写真が出てくると思います。楽しみに聞いていただければと思います。スライドがもう少しで、はい、準備ができましたので早速お願いしたいと思います。柳川有明水族館ですかね、有明海水族館、前館長の、小宮先生です。よろしくお願いいたします。有明海水族館の元館長、今生物多様性アドバイザー福岡県のやつですね、名前を拝借しましてやらせてもらっております、小宮です。よろしくお願いします。声で動きますか、クリックしたら、あ、はい、すいません。私はですね、何者かっていうと、よくわかんないんですけど、この前まで柳川の方で柳川有明海水族館をやらせてもらってまして、今一応早稲田大学に、在籍してるんですけど、であと福岡県でいろいろ生き物を、探したりとか、保全したりとかをやらせてもらってます。で、そもそも何やってるやつなのかと言いますと、今大学生と生物採集と環境保全で大体説明がつくような生活をしてまして、写真略ですね、まあ、いや、ですね、ノマド大学生を名乗らせてもらってまして、早稲田大学の、人間科学部に通信課程があるんですよ。で、通信で授業を受けながら、それこそこういろんな世界各地に行ったり、日本あちこち行ったりしながら、場所に縛られず、時間にも縛られず、生き物を集めながら保全をしながらみたいな感じで、大学生をやらせてもらってます。で、大体こういろんな世界中を巡って生き物を集め捕まえたりするのが趣味でして、今回はっちゃけた方の担当をやらせてもらうようなことになったので、めちゃくちゃな写真をいろいろ入れてしまおうと思いまして、それこそいろんな場所に行って、例えば1枚こっちが沖永良部島だったり、これはベトナムかなとか、これはモンゴルですね、で、ここどこだっけ、アフリカですね、とか行って、例えばこういろんな綺麗な魚だったり、ウグイの化け物みたいに捕まえたりとか、赤目釣ったりとか、いろんなところでいろんな生き物を捕まえて食べたりしてます。で、その辺の話を話し始めると長くなりすぎるので、ちょっと、飛ばしつつ、で、そんな感じでいろんな水辺をフラフラしてるんですけど、せっかく生物多様性のお話なので、ちょっと今まで行った中で一番良かった、一番すごかった水辺の話をちょっとしてみようかなと思いまして、で、最高の水辺の話ということで、面川河口の、幻の出現についてちょっとお話しようかなと思います。これ言ってたの1ヶ月ぐらい前の話なんですけど、この場所もうとにかく、見るからにすごい湿地 で、まずですね、何がすごいかって場所がわからないんですよ。自分どこに行ってたかよくわかんなくて、オモラテって町から出発して、この辺にあるブブアっていう町に来て、で、そこから船でここを渡っていったんですけど、その船自体も浸水してるような小舟でやばいんですけど、20キロ渡っていって、 GPS を見たらどうやらエチオピアを出てケニア側にいたっていうよくわからないような場所にあって、でも町の人たちはそれをエチオピア人なので、一体ここは誰が住んでる町なのかどこなのかもよくわからない、しかも航空写真にも載ってないし名前もないみたいな感じの場所でした。で、バイクで行ったり、こういう見てわかる通りだいぶ浸水してます。で、この後ろの水飲んでるんですけど、あれで水をかき出しながら、進んでいくような感じですね。で、こんな感じで行って着いた村がこれです。村なのかどうなのかもよくわかんないんですけど、こういう家が全部で20軒ぐらい建ってるような、ここに7軒ぐらい建ってますね。こういう場所の村でした。で、やっぱここすごいのが、やっぱ地図に載ってない上に人が本当原始的な生活をしているので、めちゃくちゃ豊かなんですよ。で、何もかもが想像を超えてくるっていう、例えば住んでた家がこれで、ここに1週間ぐらい住んでました。で、魚もめちゃくちゃ豊かで、刺身入れたらものすごい量の魚が取れて、で、現地の人たちはこういうでっかい魚しか取らず、小さい魚たちはもう別に食べるのも手間だからあんまり取らないような感じで、やってます。で、例えば魚これ食いたいっつったらどういう風に料理するかっていうと、そのまま火に投げ込むんですよね。これポリプテルスっていう古代魚で、鱗硬くてなかなか食えない、さばくのが難しいんですけど、それもそのまま焚き火の中にくべて、で、焼いて食べるという感じですね。で、じゃあ他の魚どうやって食うのかっていうのを、他の魚をやらせても同じようなことしてました。結局、これが全てです。で、あとはとにかく食べ物がないというか、食べてるものが独特で、これ
いっぱいある水蓮とかハスみたいな植物の種なんですけど、これを、彼らはダサニチ族なんですよ。ダサニチフードって呼んで食べてて、でこういう感じの中身になってて、これを食べるんですよ。で、何ですかね、行った初日に食べた時はこれ味しなかったんですよね。全然味しねえっていうような食べ物だったんですけど、ここにいると何もかもが不足してきて、水分不足になるし、ミネラル不足になるし、もうカロリー不足なんで、これが3日目ぐらいからめちゃくちゃ美味しいフルーツに感じ始めるんですよ。でそういう感じの限界の生活をしながらやってるんですけど、まあ、そこ自体はものすごいいろんな魚がいて、例えばこれハイドだったり、これめちゃくちゃ、プロトプテルスエチオピクスかな、両生類と爬虫類の、両生類と魚類の間の魚みたいなもので、それこそこれからイモリとかに進化していった形ですね。でもう一つ、せっかくなんでちょっとお話ししようかなと思うのが、またここに標本があるんですけど、これポリプテルスエンドリッピ、あ、違う、ポリプテルスビキールビキールという魚で、これ自体は現地に向こうで捕まえた魚ですね。これも古代魚で、最も原始的な蒸気孔という類の魚ですね。要はヒレのある魚たちの古い、最も古いタイプだそうです。で、まあ、こういう古代魚たちがめちゃくちゃたくさんいて、でいろんな魚たちが、もうほとんど昔と変わらないような原始的な生活、原始的な湿地があるっていうような感じの場所でした。で自分は ここまで魚というか生き物が豊富な場所っていうのは他に見たことがなくて、でここは本当にすごい場所だったなと思います。でまあなんか、ちょっと話がそれすぎたので、まあ、そろそろちょっと真面目な保全の話をしていこうかなと思います。ですね、まあ、私は福岡県何をやってるかっていうと、有明海でいろいろやってます。ですね、有明海はやっぱすごい面白くて、県南の方なんでちょっと馴染みがないかもしれないんですけど、わけわからない生き物がとにかくたくさんいます。まあ、有明海自体はここで、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県に囲まれた内湾なんですけど、ここはですね、昔氷河期の時代に大陸と日本がつながってた、もしくは近かった時代に、黄河、中国の大規模河川、あと長江とかですねの河口と非常に近いところにあったので、こっちにいた魚がそのまま有明海に渡ってきて生き残ったっていうような海です。だから例えばこう取ってみるとわけわからない、普通だとなかなか見ないような魚がたくさんいまして、例えばこれは越という筑後川にいる魚ですね。カタクチイワシの仲間なんですけど、要はでっかいイワシではあるんですが、形もなんかもうまずこれなんだよっていうよくわからない器官がついてたりとかヒレ自体もすごい長くて、これ水槽の中で飼ってみると餌を食うときにこのヒレをバッて開いてるんで、何かしらの効果はあるのかなと思うんですけど、一体何使ってるかよくわかんないですね。まあなんかこういうすごい形の魚が筑後川にいたりとか、あとはまあおなじみのムツゴロウ、これ自体もなんかすごいですね、こうブル、青い斑点がついてて、でしかも結構でかいので15センチから20センチぐらいあって、岸から見てもたくさんいるのが見えるような感じです。であとは、最近言われるのが有明海のエイリアンとか言われるワラスボですね。こういう魚も一応これが名らしいんですけど、まあ、ほとんど退化してて泥の中で住んでるハゼの仲間ですね。こういういろんな生き物がいて、まあ、とにかく、わけわかんない生き物がたくさんいる海ですね。もう海立てとかなんじゃこらっていう生き物ですし、この辺の三味線貝の仲間とかはもう本当形からして意味がわからないような面白い生き物たちがたくさんいて、ただここに今写真で空いてる生き物全部がもう先ほど出てきたように絶滅危惧種になってしまっています。で、まあ、やっぱ希少生物が多いっていうのは絶滅の危機にされている環境であって、やっぱ私自身が生き物を捕まえるのが好きだし、生き物を探すのが好きで、何より生き物を取って食うのが好きなんで、そういうことをするためにもやっぱ保全していかないといけないよねっていう感じになりまして、高校時代ぐらいから、保全活動を始めました。で、まあ、保全活動して一体何をやったかと言います。まあ、とりあえず学生の保全活動の拠点として何か必要だということで、柳川有明海水族館というものを、立ち上げまして、これが2016年の話で、そこから3年半ほど、ここの館長をやらせてもらいました。で、まあ、いろいろな生き物を展示したりとか、あとはその環境教育の場所として、地元の小学校さんとか呼んで社会科見学をしてもらったりとか、そういった活動につなげてきました。で、まあ、そういうところから、まあ、逆に出前講座で、小学校に行ってお話をしたりとかすることもあったりとか、でそういう感じの啓発活動をやりつつ、身近なところでもっと自分がもっと積極的に環境に働きかけていくことはできないかということで、まず何かやっていこうということで、例えばやったのは外来種の早期防除という形でやったりとか、まあ、例えばですね、これ最近福岡県いろんなところで増えてるんですけど、ブラジルチドメグサという草があります。これですね、この草なんですけど、
これでもだいぶ増えてるんですけども、とにかくめちゃくちゃ増えます。ちなみにこれ入ってから半年ぐらいでこのくらいになりましたね。ですね、もう末期になるとこんなことになってしまってどうしようもなくなるんですけど、これが県南のいろんなところで増えてまして、飛び飛びで、糸島とかいろんなところにもうすでに入ってしまっているそうです。で、例えば佐賀市だともうこれ何百万円かって毎年除去してて、で、これが増えすぎると例えば水門を止めてしまったりとか、大水の時に、洪水の時とかにこれが水路に突っかかってしまってそこから溢れてしまったりとか、そういうことにつながったりするそうです。で、やっぱりなかなか面倒くさい草ではあるんですけど、これをどうにか、私の地元の方で一箇所新たに侵入した場所があって、これをどうにかできないかということで、とりあえず抜いてしまおうということで学生何人かで最初抜き始めまして、で、例えばこれを抜くと、2人でも なんとかなるんですよ、このくらいだったら。で、こういう感じで少しずつ自分たちの手で抜いていって、かつ、葉っぱ1枚でも残すとそこから増えてくるので、これを、暇な学生たちが回数重ねることでどうにか抑え込んでいくというような形で、除去したりとか、そういう形で、できることを自分たちでできることをやっていくというようなことを、やったりしています。で、あと、いろいろ生き物を探したものをこう、保全に役立てたりしてるんです。その辺は後々のクロストークとかに話を取っておきたいなと思うので、ちょっと簡単に私の自己紹介とやってることということで、このくらいで終わらせていただこうかなと思います。簡単に言うと、私がやってることは一応大学生を、単位やばいんですけどね、大学生をやりつつ、生物採集しつつ、環境保全のいろいろなことをやらせてもらったりとかやってます。で、なんでこんなことができるのかと言いますと、簡単に、自分が好きなことをできる範囲でやってるだけであって、別に大してすごいことしてないんですよ。それこそそこにいる、自分の後輩の中学生さんとかも一緒にこうブラジルチロメグさんの気に来てくれたりとか、こうできることをできる範囲で少しずつやっていくだけでも、例えばなかなかこう根絶が難しいブラジルチロメグさん、あと一歩でその川では根絶までたどり着けるんじゃないかというところまでやってきたりですね、少しずつでも前に進んでいけるんじゃないかと思ってます。で、あとはですね、要はやり方と工夫次第で、私がノマド大学生というやり方を選んだみたいな感じで、でいろんな方法、いろんなやり方、もしくはこう、じゃあその外来種問題に対しても、なかなか駆除とかだけではなくて、食べるという方法でやると、野食界隈とか、いろんな別の界隈の人たちを巻き込めたりとかしていくので、やり方次第、いろんなことができるんじゃないかなと。で、私、言うて全然頑張れない人間なんですぐ飽きてしまいますし、そんなやつでも、これくらいのことはできるので、好きなこと、もしくはそういうものを守り続けることっていうのは、そんな難しいことなんじゃないかな、じゃないかなというふうには思ってます。こういう感じで、福岡県でフラフラといろいろやらせてもらってる学生ですので、ここで私の話は とりあえず終わらせていただこうかなと思います。ありがとうございました。小宮先生ありがとうございました。好きなことをできる範囲でという言葉、いろんなものに通じると思います。この後たくさん聞きたいことがあるような写真も詳しくですね、またゆっくり見せていただきたいなと思いますので、ぜひ質問の時間にたくさん質問していただければと思います。